はい、というわけでパフェができました。早川さんいちごのパフェでございます。はい、でかいのいったね。相当でかいこれ。おやこ。これのさ、今回のね、うん、面白い。まず子供たちが焼いてくれたクッキー、うん、そしてね、カスタードクリームの手作りで、なおかつアイスも手作りなんだよこれ。そう、すっごい。これ何層になってるのこれ。結構下からこれジャム、あ、ジャムスポンジケーキも手作り。ジャム、スポンジケーキで、コーンフレーク入ってんだっけ。入ってる。いちごがぎっしり入って、この総重量が結構な、あ、重い。重いでございます。キロでございます。キロでございます。じゃあいただきましょう。はい、せーの、いただきます。よし、食べよう。豪快にいくね。アイス、この早川さんのいちご、何がすごいって甘さなんですよ。いちごにね、すごい生クリーム乗っけたら、あのいちごの酸味が際立っちゃうんですけど、早川さんのいちごは甘い。いちごの甘さが生クリームに勝るんです。これ、はい、もね、早川さんのところでいちご狩りをしてほしいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。